アーセナの改善点は、やっぱあれですよ、本当、あのビルドアップの時の、なんかこう、無理していいプレーしようとするというか、普通に迂回経路と中のパスコース作っておけばいいのに、ね昨日の試合みたいに、ここの選手が坂が中入りすぎちゃったりとか、ジンチェンコが中入るタイミングが早かったりとか、マルティニー高い位置すぎとか、ジョルジーニョが好き勝手動くとか、ああいうのをなしにすることじゃないですかね。フォーバックが、まあ、アーセナってこの趣味のとこういう形から始まるですか。 こういう形で、そこからこう前にジャカ出てってはめてみる。で、攻撃の時に、この形で、この3バック、えー、4バックが左肩上がりになって、ジンジャンコの中入ってくるんだよ。で、この形でビルドアップできない。なんでかっていうと、この外のここの線が繋がるから、ここの、ここの線が繋がるから、この線繋がってると、ボール出して、 こう受け入れるんだけど、これがちょっと中入っちゃうと、特に右はいいんだけど、左が中入りがちな。なんでかって言うと、左サイドバックが上がって、ここに来てるから。ってなると、ここの線つながらないんだよね。で、ここつなげようとすると、こうなるから、低い位置で受けて、当然後ろ向きになるから、相手も来てスピードアップできない。これ、三笘とかもよくなる現象なんですよ。だから、ここにいなきゃいけない。で、これを、 マがライスが中、外にいるときはジンチェンコのこの立ち位置いんだけど、ジンチェンコはこの状況を考えないで、ここ繋がってないのに中入っていっちゃうから、結果、こっからこっちでしかサッカーできなくる。で、これをジンチェンコが繋がってないときは取ったまんま。これがマがライスこう取れるときだったら中入っていって、そうすると、このパスコースが怖いから、相手はここ閉じてくるから、より一層高い位置でマルティンリが受けれるっていう。で、ここを絶対間違えない。 ここが繋がってないときには、ここにいる。繋がったときには、一列上がる。中入ってくっていうのができるのが富康さんで、うまくいく。で、今日の試合の場合、っていうか、ほとんどの試合はそうなんだけど、このエリアって、危ないから、本当に大丈夫なときだったり、ここターンできるときだったり、つけて落としてとか、リスクが低いプレイできるときしか、ここ使わない方がいいの。ここで失ったら、まあ失点するから、シティもよくあかんじる、踊り失って失点ってあるでしょ。 ってなると、ここってどういう役割かっていうと、相手を閉じさせるのが主な役割。プラス、そこから前行った後のカウンターのリスク管理。でいうと、ここで直接受けないんだったら別に富安でもいいし、ここが直接受けれるぐらい余裕があるときだったら、富安のテクニック、ホワイトのテクニックだったらできる。それも含めて、ここの,この攻撃の確率を全体でできるところを、こっからこっちにしちゃうのがジンチェンコだから。だから僕はジンチェンコが、 まあ変わった方がいい選手って言ってるし、なおかつこれで攻撃の確率がこう広がると、ここの1対1勝てるからセットプレーでコーナーキックな。ってなった時に中のターゲットでジンチェンコがいるよりも富安いる方が決まるよねっていう。いくつも合理的な理由があるから、ジンチェンコの方がいいっていう話。です。